はい、こんにちは。今日はですね、先日岡山に行ってきました。岡山といえばフルーツです。ちょっと食レポをやっていこうかなと思うんですけれども、今回私がやりたかったことは岡山のブドウですね、特にマスカットです。マスカット3種を買ってきました。これを食べ比べて一体どういうふうな違いがあるのかをお話ししていきたいなと思います。桃太郎マスカット、瀬戸ジャイアンツ、そしてシャイ、この3つです。どちらもですね、それは高いんですよね。1箱5000円とかねしてるんですけれども、高いイコールやっぱり新用とかありますからね。だけれども今回はあえてスーパーです。スーパーでも売ってるんです。しかも1000円以下です。1房1000円以下のもの、数百円のものに限って3つ買ってきました。でそれを食べ比べてみようかなと思います。で、少しこの、エピソードをお話ししようかなと思うんですけれどもね、私がですね小生ですんで、20年ぐらい前ですかね、私今年独立20周年なんですね。だから20年よりもっと前です。23年ぐらい前です。その時にですね、岡山の発表会に出演される方からそのマスカットを送っていただけて、そしてそれを食べたのが初めてなんですけれども、一番最初はね、多分桃太郎マスカット、桃太郎ってやつですね、それをいただいたんです。で最初はその皮を食べれるっていうのを知らなくって、一生懸命剥いてたんですよ。剥きにくい、なんか薄いし剥きにくいなと思いながら剥いてたのを覚えてます。でこれ皮食べれるよって言われて、皮を食べた瞬間にこうなんてこれ美味しいんだっていう風になって、しかも種もないですからね、パクパク食べたのを覚えてます。でその後にジャイアンツをいただける時があって、最後に社員かな、なんかそんな順番でいただいたような気がします。どちらも皮ごと食べれて、種がなくって、そして甘い、全て美味しいんですけれども、その中でも微妙な差があると思うんです。でこれを一回ね食べ比べしてみたいなと思ってたんで、今回ちょっと3つ買ってきて食べ比べてみようかなと思います。用意しました。ですね、この少し色合い分かりますかね、ちょっとねここで僕が見てると濃い色をしてるんですね。これがシャインです。でこれが瀬戸ジャイアンツ、そしてこれが桃太郎。さあこの3つを食べ比べてどんなものかやっていきたいなと思います。じゃあ早速やってみましょう。まずはですね、一番最初にいただいた記憶があるこの桃太郎からいきます。美味しい。サクサクしてて、ちょっとね渋みがあるのかな。甘い、もちろん甘みもたくさんあるんですけれども、それよりもそれ以外の要素が結構多いです。では次に瀬戸ジャイアンツ行ってみます。なるほどなるほど。ちょっとだけね、桃太郎よりもねこうみずみずしい感じがします。じゃあね最後にこのシャインいってみます。全然違うね、全然違う感じですね。甘いです、かなり甘いです、かなり甘い、いい感じですね。さ、皮がちょっと分厚い感じがします。ちょっともう一回いきますね。桃太郎、ジャイアンツ、シャイン、
なるほど。順番で食べるんだったらね、絶対シャインが最後です。甘さが全然違います。でね、この動画を撮る前にちょっと携帯で調べたんですけど、僕は桃太郎とジャイアンツは違うもんだと思ってたんですよね。じゃなくてどうも一緒みたいです。確かにね、味はほぼ一緒です。ただまあこの、私が買ったものに限ってなのかわからないですけども、ほとんど差はないんですけれども、僕桃太郎の方が好きです。あのね、皮がまず薄いから、その分ダイレクトにこう、味が出てくる。で、ちょっとね、こうえぐみみたいなのがあるんですけれど、このえぐみがね、好きな人は多分好きですよ。僕も桃太郎が一番好きかな。社員はね、圧倒的にね、甘いんですよね。で、甘い分ね、その、甘い分、なんかね、南国のフルーツに近い感じです。甘いから、その甘さの後にグーッとな、全体の味が濃い感じ。で、ジャイアンツの方、美味しいんですけどね、これね、ちょっとね、水っぽい感じがするんですね。ちょっとね、形ですけど、これがシャイン。これがジャイアンツ。これが桃太郎。こうやって見ると形、ジャイアンツとやっぱ桃太郎は同じような、このお尻みたいな感じですよね。ちょっとこう線がいってて、で社員になってくるともう全然違いますよね。もう、線が一つもない、丸っていうか、つるんとした感じですというような感じです。僕の今回のこのマスカットに関して言うと、好みで言うと桃太郎、社員、ジャイアンツ、こういう感じです。で、どちらも どれも多分ね、ものすごく美味しいです。1個食べてたら全然違和感ないです。こうやって食べ比べるともう好みが入ってきますので、甘いのがお好みの場合は社員でしょうし、で、こう梨に近いっていうのかな、梨のこうみずみずしさをが好きな方は多分ジャイアンツで、そのまあバランスというか、みずみずしいのも好きなんだけれども、ちょっと濃いのも好きみたいなのは桃太郎かなと思います。で、桃太郎とジャイアンツの表記っていうのはよくわからないです。パッケージに書いてあるだけなんで。でも明らかに桃太郎は桃太郎の絵が書いてあったりとかして、桃太郎って書いてあるし、ジャイアンツはジャイアンツって書いてあります。瀬戸ジャイアンツかな、そんな風に、違うので、いっぺんなんか行かれる機会があったら、まあ言ってね、600円とかです、そのスーパーで買うと。お土産屋さんとかで、お土産の駅とかで買うと結構高いんですけど、600円ぐらいなんで、まあ桃太郎とジャイアンツは割と似てるので、どっちかに試写されて、でジャイアンツと食べ比べあったらいいかなと思います。岡山に行かれて、岡山名物のフルーツ食べようと思ったら、この3つが一番有名かと思います。もちろんね、ピオーネとか、まあ、他にもいろいろあると思うんですけれども、今回、マスカット3種類を食べ比べてみました。皆さんどんな風に思われるか、ちょっとまあ初めての食レポなんでね、よく難しいなと思いながら食べてみた、見たんですけれども、今回そういう風なことでした。ではコインの画像から、画像と恒例ですよね、去年も撮らせてもらいました、コインの画像と岡山の晴天、秋晴れでした、それを最後に見ていただいて、また次回の動画でお会いしたいと思います。